充電がねないんよ。アミちゃんでループ。あーそうそうそう、8期のやつか。充電ないんよ。疲れた。あー疲れた疲れた。表彰状ある。あなたは思いやりあふれる行動で優しく温かい集団作りに貢献し、何々中学を良い学校にしてくれました。その功績を称えここに称します。令和5年7月3日何々小学校校長、小学校じゃ中学校校長表彰状。洋服似合ってる。あ、スクショタイム楽しみやな。表彰されたで。高秀さんギフトありがとうございます。うわー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。よいしょ。あ、重い。ウクレレがちゃんと入ってなかったっす。よし。ウクレレをちゃんと入れたので入りました。で、の話、あーそうそう、めっちゃな、私な、小学校の時すごい表彰状毎年絶対もらってた。あの夏休みの課題でいつもポスター書いてたんよ、人権のポスター。毎回毎年表彰されてた。でなんかな、自由に絵を描きましょうみたいな、なんかもう題材はなく何でもいいよみたいなやつで、自然の絵描いたら金賞やった。うん、ワンタンメンさんはイントネーションワンタンメンさんワンタンメンさんギフトありがとうございますおもろ。そう、さすが元優等生やから、さすが元超優等生やから、ふん金賞やってん。でクラスのもう一人絵うまい子がおんねんけど、もう一人ってえ、うまい子がおんねんけど、その子が銀賞やった。だから一クラスで金と銀取ってた。爪剥がれた。ほんまはな、そんな塗りたくないんやで。塗りたくて塗ってるわけじゃないで。なんかね、ボロボロなんか見えちゃうから塗ってるの。あんまりトップコートだけ塗っててもね、あれですね、よくはないねんけど。こんにちは、現役優等生ちゃん現役ちゃう。え、じゃあびっくりしてんけどさ、今あれ、ヨシミンって私より毎日配信長いねんな。びっくりした。150何日とか言ってってなった。びっくりした。嘘やろ、負けてるの。そんなことあるね。めっちゃ脱皮する。あと残って、え、あと残ってんのはここだけ。ここ2本は半分残ってる。5本残ってて、でそのうち2本が半分だけしか出てない。1年続くとアバター作れる。そうなー、やりたい。ショールームできるようになった初日から毎日、すごいな。早っ。ショールームで毎日配信をしようなんて考えに至らんかったわ。っていうか、そんなショールーム始めれるってなった時、ライブとかで無理やったもん。絶対ショールーム毎日とか考えられへん。そんな、そんな場合ちゃうもん。さくちゃんの書いたアワード欲しい。書きたい。ジョーさんギフトありがとうございます。
わいも子供の時はオール5優等生やけど仕事と恋愛はだ楽戦落第しました。カニうまいからした。確かにね、黒島はね元超優等生ですよ。幼稚園とか真面目すぎて三角座りで気を失いそうになってたの。ポカナさんに似てるって何回言われた。えぐいくらい言われた。もうカウントしてない。えぐいくらい言われた。幼稚園の時さ、もう超優等生すぎてな、もう怒られるのがほんま似合ってな、もうな、もうピーンってして三角座りしててな、もう一点見つめてるわけ。もう絶対にこれは聞き逃したら絶対怒られると思って、もう絶対怒られたらあかんと思ってな、めっちゃ耳澄まして、もう完全に一点見つめてんの。やな、もうなんかもうな、体感的にはここら辺まで揺れてる気分になんねん。もうすごいことなってる。でももう耳だけめちゃめちゃ澄ましてんねん。でも聞こえへんかって怒られた。今はちょっととか言うなよ、言うなよ。上田和樹さんギフトありがとうございます。アイドル兼優等生なんてなかなかおらんで、若ぽんさんくらいやで。めっちゃ学校が楽しいとかやったら優等生になるやろうけどな。黒島は元優等生でしたよ。楽しかったもん。まあ一時でも楽しかったと思えたらいいねんけど。今は優等生じゃないよ。全然優等生じゃないよ。まあそんなあれやけどな、ヤンキーみたいなガラスタイプではないよ。ちゃんと課題もやってるし、提出物出したし、ちゃんとやってるけど、今までが優等生すぎて実力テストの勉強はそもそも私受けれるか分からんねんな。受けるんか分からんから、まあいっかーってのですね。人じゃなかった時代があったから。黒島早年 B のてっぺん取ってや。待ってや毎日一枚ガラス突破。えぐ、突破突飛、もがれ待ってるで。確かに、いやいやいや、シンドロームって何やったっけ、何やったっけ、気になって調べたことあって。女優黒島さんと姉妹ですか。いえ違います。可愛いよな黒島さん。症候群や、そうや症候群や。調べたね。優等生症候群ってどういうこと優等生症候群ってどういうこと。優等生シンドロームやろ。優等生症候群ってどういうこと。そんなね、優等生に固執ねしなくてもいいんだよ。どうせ学生なんかあと数年で終わるねんから。ああ、なるほどね。いい子でいなきゃいけないって思う、いい子思うこと。ああ、確かに褒められたい、愛情求めてるよ。あれ求めてる人しかアイドルならんやろ。求めすぎた結果はこれやからな。なんかさっき教育相談しててんけどさ、してたっていうか急に担任の先生がしようやって言ったからやっててんけど、今まですごいなんか沈むよね、うん、2年目初、次は何それ。深い話おもろ全然いいもんなんもないけど
拗ねてる、うん、爪剥がしてんねん、あのいじけてるんじゃないねん、あのね削るやん、あのわかるかな、ジェルネイルをした時に削るんよ、それがね、あの伸びて綺麗になるまでコーティングをしてるんですけど、そう、あーなるほどなるほど、手から鱗、なるほどね、8月31日が初日やから、なるほど、じゃあ初心に戻ってって感じですね。上田和樹さんギフトありがとうございます、喋られへんかった今、冷静なんかな黒島は、分析はするよ、上田和樹さんギフトありがとうございます、ジョンさんギフトありがとうございます、若に今公演中ちゃう、もうちょっとあと45分から始まる、ルームスで喋ろうかな、今すごい顔してたな、初日覚えてるよ、初日覚え、レイちゃん推しな、んレイちゃんってどのレイちゃん、レイオちゃん、レイさん、レイさん推しの、あれまでもしてた、黒島は推してないの、黒島押してないの自分が中学生の頃遊ぶことと食べることしか考えないけど、おもろ、うわ悟り開いてるよ多分、ぴょんさんに、ぴょんさんギフトありがとうございます、悟り開いてるよとか言ったらめっちゃ中二病みたいやな、ちゃうねんちゃうねん、諦めがついてんねん黒島は、昨日引くぐらい黒島ちゃんでは田中さんに絡んで、そうっすね、いやー久しぶりに人間にやりつけた久しぶりにさ人間と喋るからさ、そうちょっとね、やっと人間だぜって雪乃ちゃんタイプの人間は喋りたくなるんよ、わかるかな、諦めたらそこで試合終了ですよ、あそれすごいなんか苦手、14歳の頃人との会話で駆け引きとかしてなかったわそういう人ばっかりなんです周りには、ねえ雪乃ちゃん話聞いてくれるよね、確かに何でも用意してくれそう、確かに周りは割と何も気にせず喋る人が多いな、これ言ったらこう思うやろなとか一切考えてなさそうやもん、考える子は考える子でおるけど、人狼リサちゃんの髪の毛ちゃうねん、リサちゃんがな髪の毛負けるようになっててびっくりした、そうびっくりしたの、じゃあのなもう全然負けてなくて今まで、なんかもうすっごい形なんかもう見たことないような形に髪の毛が曲がっててんけど、今まで逆にすごいなって思っててんけど負けててん、びっくりした、まあでも後ろの髪の毛は時間なかって巻かれへんかったって言ってたけど、ここだけにしてもよう曲げてたからすごいなと思って、そう上手に曲げててびっくりした、びっくりしたなあ、びっくりした、鼻歌あかんねんって、なんかな楽曲著作権的なやつであかんねんて、姉かそうびっくりした、うんーそうなんや、マジキメガネリサちゃん、年らは割とメガネリサちゃんよう見てる、なんか45分で終われる気しやんねんけど、まあいいか終わる、ルームスする、いや喋る気分でもないねんけど、別になんかどう、うん、ルームスするか、鍵穴始まった、よし終わろう、鍵穴はまこちです、皆さんこんにちは、今日って一回公演、一回こんばんは、今日は何の日、
今日友達の誕生日。ちなみにしめじちゃんおめでとう。13位がせいくんさんありがとうございます。12位がタッカーさんありがとうございます。11位が北斗のケンシロウさんありがとうございます。10位が野原しんのすけのすけさんありがとうございます。10位が北斗のケンシロウさん言ったよな。10位がな、え、野原しんのすけのすけさんも言ったよな。9位がスマタンさんありがとうございます。8位が上田和樹さんありがとうございます。7位がヒョンさんありがとうございます。6位がポンギンさんありがとうございます。5位がワンタンメンさんありがとうございます。4位がマチカネフクキタルさんありがとうございます。3位がヤン008さんありがとうございます。喉が、2位がジョンさんありがとうございます。1位が伊達ちゃんこまるさんありがとうございます。ありがとうございました。鍵穴が推しだった時爆上がりしますよね。ってことは黒島だった時爆上がりってことですね。来週も頑張ろうね。あ、夜勤へ行きます。頑張ってください。仕事ってどんな感じ？大変？大変よね。そらそうや。ありがとうペコリ感謝です。ありがとうペコリ感謝です。あ、スクショタイム。バカラさんの真似とか言うとこもうあかんわほんまに。スクショタイム。クシクシでーす。クシでーす。他なんかないかな。消しゴムでーす。消しゴムでーす。写真撮ってください。黒島たん推しになりたい。なって。全然なって。可愛かったんや。クシでーす。消しゴムでーす。消しゴムです。消しゴム単体です。消しゴム単体と爪です。生き残ってる。生き残ってなかった。消しゴムは取らな。やろう。消しゴムの底です。消しゴムの底で半分隠した黒島です。取れた？あのタコはタコ？何とらしてんねん。ええやんええやん。消しゴムそこから使うタイプじゃわ。デスノートに消しゴムあるって知ってた。知らん。そんなんあんの。え、普通に8期で一番やばいと思ってる黒島。よし、今日も今日とてエアコンを消します。そして電気も消します。はい、もう黒島はシャットダウンです。配信のノリは終了です。消しゴムの底をちゃんとスクショしていただいて。黒島は疲れた。配信が消えたら無表情。まあ何も喋らない。これはこの黒島はキャラなのかキャラじゃないのか、どうだと思いますか。師範のショールーム始まった。師範師範師範、さすがにコメントいかれへんわ。狂犬8期の狂犬ガオーガオーガオー。このくらいの年の子なんか何かしら抱えてるやろ。なんちゅう問題発言。じゃルームス行こうかな。充電ないけど。ありがとうございました。ありがとうございました。動物園の一番の動物が黒島ちゃんだ。確かに一番人気の動物だよね。何か知らんけど。バイバイ。マングースがいいな。ありがとうございました。ルームスで今から会いましょう。今日ちゃうわ。8月4回目かも。いや、昨日2回くらいやったから5回目。ありがとうございました。